どうもタブヤンです。ファミコンウォーズが出たぞ。続きやっていきたいと思います。天城島、長い戦いになりましたね。いやー、今ね、最近ここ3ヶ月ぐらいライブ配信ね、久しぶりにやって1ヶ月に1回ぐらいできるようになってきましたんで、ちょっと休日出勤があったりねするかもしれませんけども、よかったらね皆さんライブ配信でプレイしてほしいゲームなどご要望あればコメントお待ちしております。まあ今ちょっと若干考え中なんですよね、10月ね。はい、ということで無駄話はそれぐらいにして続きやっていきたいと思います。現在収入1万6000対3万4000、こっからなかなか下げることができないんですよね。で、部隊が39になりまして、我が軍、生産目標ありますけど、まあ生産目標超えてるんで、もう爆撃機のね大量生産に入っております。生産数たまには見ていきましょうか。爆撃機7部隊作っております。敵は1つも作ってないんだね。うん、はい。でしかも戦艦と揚陸艦ゼロなんだね、レッドスター。もうそれ以上の資金を提供してないっていうことでしょうね。全滅部隊数こんな感じになっております。ほぼ戦車 A3 部隊やられたぐらいですね。はい、いきましょう。補給から。そして補給している間に、前回はミッション4、北を第一部隊海軍空軍で攻めて、南を陸軍でという指示でしたけど、さあ今回のミッション、こちらこちらじゃないこちらミッション5、南北ともに戦線維持し、慎重に進軍しながら爆撃機支援を待て。ということで、爆撃機待ちながらね、焦らず攻めていきたいと思います。さあ行こう、戦闘機ゴー。まずは南から。よし、敵戦闘機 B を撃破。 OK。 ただこれね、ヘリやられちゃったんだよね。1しか残ってないけど、生き延びただけね、良かったということで。さあここを、そうだね、回復しながらここを塞ぐ感じかな。敵の戦車 A 十分、まあ、戦闘機いるから、ちょっと待って、5体満足の戦車 A がなかなかいないんだよね。うん、補給してるけど、まあもう一回ちょっと待ってね、補給車にちょっと補給してあげよっか。まずね、はい、補給、なるべくちょっと合流せずにね行きたいけど、ね、そうだね、ちょっと待ってね、こいつ後ろに下げて、あ、後ろまで行って回復するかな。こいつ、あ、戦車 B 復活ね、あ、これありがたい。で、あ、このターンもったいないな、もったいなかったな。行ったり来たり、この降車砲、そうだね、こいつ行って、降車砲まだこっちだな行ったり来たりで、そうだね、ここ防衛ラインを築いて、8か、まあこうでいいかな。はい、戦車 B はまあ次に備えてって感じかな。これで、でここあと1日か。この町取れたらね大きいんだけどね。だね、1個前に行っといてもいいけど、まあ、この1でいいか。
こうしときますか。偽装法ね。はい。さあ、そして、第2部隊ですけど、だいぶ後ろに下がったね、敵はね。戦艦にちょっとビビってっていうことだよね。まあ、ここ撃っちゃえ。向こうは攻撃してこないからね、降車砲。OK。敵の自走砲の範囲、1、2、3、4、5か。ここまで？そこまで行くか。前にね。敵の街を破壊するぐらい。これぐらい行けばいいか。どんどん行こう。まあ、揚陸艦。特に敵の港で作る気なさそうだもんね。あ、自走砲に当たるのか、ここだと。まあ、ここまでか。はい。そして爆撃機。まあ、爆撃機にビビって退却したのか。あ、そうだよね。ちょうど届かないもんね。まあ、じゃあもう。次のターンだね、またね。あ、37しかないの、燃料。厳しいね。戦闘機。戦闘機も北に行く。で、ここは燃料あるし。まあ、対空ミサイル以外は関係ないもんね、だって。1、2、3、4、5、ここまでいけるんだ。ちょっと待ってね。これがアナログですよね。1、2、3、4、5か。じゃあヘリのここまで、前まで出れるんだ。もう出よう。突撃だ。爆撃機、ゴーゴーゴー。一気に自走砲を叩き潰すぞ。いけいけいけ。エリも行く。追いかける。あ、先に揚陸艦の方がいいかな。揚陸艦、ゴーゴーゴー。全軍突撃だ。もうここ留守になったね。いいんじゃない。ここまで行っとくか。まあ、歩兵はこれ以上前行けないから。まあでもここまで行くか。いや、攻撃されるから嫌だよね。まあ待機かな。はい。部隊数がね、多くなってきたんで移動も大変ですけど。あ、ここはちょっと一回燃料を補給してって感じだね。そして歩兵復活しました。うん、貴重な戦力4万あるんだね、資金。素晴らしい爆撃部隊ですよ。行こうぜ。まあ、北側の空港に泊まって補給でいいでしょう。よし、爆撃機も戦闘機いらないよな。爆撃機ゴー。さあ、敵の生産フェーズ、戦車 B か。まあ、対空ミサイルとか作られるより良かったかな。うん、1万6000はなかったから。あ、降車砲作ったか。それは嫌だな。さあ、敵の動き確認していきましょう。まずは補給から。だいぶ減ったね。まあ、前線行く前に作っとくか。まあ、ちょっと戦闘機作りましょうかね、このターンは。戦闘機、まあ、ヘリがね多いっていうのはあるんでね、敵のね。さて、もう燃料補給せずにそのまま行ってもいいぐらいだよね。はい、後方から。
この辺ね、舞台いなくなってきたんで。さあ前線見ていきましょう。ここを占領できるか。ついに来たー、最前線占領できました。さあ北側が忙しくなってきましたよ。さあまずヘリ突っ込んできた。うん、これはもうちょっと無理せず退却して回復しましょう。これね、揚陸艦で行けたかな。行ってみようか、揚陸艦で。おい、いや素晴らしい、強揚陸艦強い。ヘリにノーダメージで撃破。そして戦闘機、ここヘリがね押し寄せてきてるんで、まあでも突っ込んできたらちょっとね、領内に入られてしまうけど致し方なし。まあ壁役としてちょっとあれかな、補給はしたよね。ちょっとあと一旦かかりますと。あ、やばいな、突破されないようにちょっと戦艦撃ってくれ。あ、自走砲来てるのね。自走砲来てるから、まあそれは爆撃機に任せよう。手前から順番に。素晴らしい活躍。戦艦に2隻しかいないけどね。ここはそうだね、爆撃機という爆撃機の脅威の、あの対空ミサイルが退却したんだよね。だから前線に残った部隊と退却した部隊と、あとこの南側の部隊に分かれましたね。敵の部隊数も27まで減ってきました。いいんじゃない。まずは放射砲をちょっと手伝ってあげたいよね。ここね、南からやるか。やれるべきことをやろう。あ、こっち戦車2台、2台か、こっちだな。まずまず OK で、補給車の回復終わりましたと。はい、補給。で、撃ってくれー。あ、こっちかな。オッケー。誰が回復する。降車砲また後回しになるよねこれ。降車砲後ろまで下がる、当分回ってこないからな。しょうがないね、もう遠くまで戻りましょう。戦車 B は残って50か。あー、8のやつを先に回復させましょうかね。はい。で、戦車 B 頑張れ。いけー、2台倒せるだろう。よし。いや、1台しか損失ない。素晴らしい。で、ここはまあ防御で、あ、4しかいないのか、これ4しかいない。これはもうちょっと後ろの下から、えい、これもう傷だらけの。よく生き残ったけど、22で足りるか。あ、足りそうだね、いけそうだね。頑張って生き延びろ。で、前にはいないので退却しつつ、こいつを攻撃するか。よし、まず一つ倒した。オッケー。で、ここまあ戦車 B、 あ、こいつが来る可能性あるな、あるけど、まあちょっと耐えるしかないね。ここは戦車 B で、うん、ここは待機かな。で、ここだね、穴になっちゃうのね。まあ、こうしとくしかないよね。さあ爆撃機行くか、
どうしよう、後ろから順番に行こうかな。自走砲破壊しに行く。あ、いいね。自走砲は爆撃に任せて、高射砲をやっぱり撃つか。ここんできたんだよね、この舞台。よし、戦艦に攻撃はさせない。で、戦艦が高射砲を撃つ。回復はさせない。素晴らしい。揚陸艦が、あ、届かない。惜しい、惜しいな。ここまで。ただあれか、こいつに撃たれんのか。爆撃、あ、ちょっと待って、こっちの爆撃使えばよかったか。まあしょうがないね。こうしとくか。で、歩兵がここに登れば、これで一応ラインができたんで、この輸送ヘリ通させないっていうね。で、そうだね、ここちょっと待ってね、ここね、歩兵下ろすか。次占領するためのね。ここは自走砲撃つか。はい。ああ、微妙。これ歩兵撃たれちゃうよね。もう一個足りなかったな。あ、ここを下ろせばいいのか。下ろしちゃえ、歩兵。最前線に歩兵。まあ、これも行っていいのか。いや、ダメだよね。ここ空いちゃうもんな。こいつとのね、バランスだよね。まあ、このターンはここぐらいまでか。はい。さらにもう一個。爆撃機ね。爆撃機の雨あられ、食らわせてやるぜ。このターンは何も作れないんだね。あ、戦闘機作っただけだね。はい、終了。いけそうな気がする。敵の生産フェーズ、放射砲を作りましたね。いやー、歩兵、あの、見てたんですけどね、敵の動き、歩兵やられてしまいましたね。歩兵に過剰反応する敵ね。ちょっと一緒に見ていきましょう。戦闘機1台、1機追加。まあ、戦闘機作って爆撃機作っとくか。まあ、戦闘機もう1個作ろうかな。はい。で、爆撃機。さあ、最前線から見ていきましょう。また目まぐるしく動きましたよ。敵がここに下ろした、揚陸艦から下ろした歩兵をね、全軍を持って突っ込んできたんですよね。やってやろうじゃないか。逆に歩兵をおとりにしてね、君のね、損失は無駄にはしない。戦闘機が少ないんで、ここは戦艦で撃ってもいいけど、あ、揚陸艦で攻撃してもいいよね。どうしよっかな、揚陸艦で行くか。さっき強かったもんね。まあまあだね、まあまあ強い。攻撃を全然受けないのがいいよね。で、まあそうだね、ヘリで攻撃するか。対空ミサイル届かないでしょ。ここ、これゼロにしてほしいなー。あー、残ったか。めんどくさい。惜しい。あ、これも前行った方がいいね。
想法と、こっちは、あ、戦車 A 行けんだよね。行け。OK。まあ戦艦最後に動かしましょうかね。あ、ここにいるしね。で、ちょっとダメージ受けた戦闘機は後ろに下がって回復。補給したっけ？あ、したね。で、こいつは、あ、これ退却中なんだよね。まあちょっとこう待機しといて、ここで。で、爆撃機、さらに爆撃機ね。目いっぱい飛ばせー。もう占領開始しようか。占領開始。そして全力でこの歩兵を守ろう。歩兵少なくなってきたからね、うちも。全力で守りましょう。爆撃機突っ込め。大量の爆撃機。攻撃開始。どんどん攻撃開始。戦車 A か。うん、もうこれ厄介だから倒しとくか。しょうがない。これ倒しておけばね、前に進めたんですけど、まあ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 。揚陸艦も下ろしてもいいかな。あ、燃料もう20しかない。あ、突っ込め。燃料20だからっていうのもあるけど、対空ミサイルを破壊して、他のね、爆撃機がね、活動できるように動け。撃て撃て。すさまじい攻撃だろうね、敵からすると。この爆撃、絨毯爆撃は。くらえー。攻撃こそ防御。これで歩兵を守ることになってるのかな。なってるのかな。ここ揚陸艦、そうだね。これ以上先に、あ、ここ後方に回って歩兵を下ろすっていう方法もあるけどね。まあ一旦ここで下ろすか。そして歩兵一歩進めば次のターンでここ取れるしね。 OK。 で、はい、戦車 B 復活で、ここで回復する。はい、第二部隊そんな感じですかね。ここちょっと待って、まあ輸送ヘリはまた南にいるか。南に一歩届かないのね。 OK。 まあこの辺で待機しとくか。で、この輸送ヘリ頑張って戻れ。お、ちょうど戻れるじゃないか、素晴らしい。はい、降車砲、なかなかいけないんだよね、これ降車砲。さまよっております。さあ、陸軍ですけど、どうなってる？まずは射撃できるか。あ、撃てるね。撃てー。敵の自走砲撃てー。前のターン相当突っ込んできたよね、敵は。戦車 A か。いや、戦車 A より先に自走砲だな。自走砲やっつけよう。まあほぼ無力化した。オッケー。で、こいつら来るのか。これ一旦耐えるしかない。うん、ここまでいける。ちょっと待ってね、これはちょっと、あ、これ歩兵突っ込んでくるよね、ここにね。ここちょっと防がないといけないね。防衛ラインが変わりました。どうしよう、ここ、この戦車 A がここ行けるから OK。
で、ここを行ってアグレッシブに行くか。ここもさらに、あ、もう自走砲もだいぶ減ってきたね。ここ自走砲攻撃しよう。攻撃&防御だ。そっか、じゃあ逆に戦車 A 自走砲で攻撃しとけばよかったけどね。致し方なし。歩兵頑張って回復。だけどこいつが狙ってくるの嫌だから、補給車ちょっと壁役になっといて。うん、まあこれ合流してもいいけど、じっくり行きましょう。はい、合流したらね、1部隊減るから。さあ貴重な歩兵がここに、どれぐらいかなと。あ、ここの歩兵ね。はい、もう自分の司令部から連れてくるの大変だもんね。以上でしょうか。爆撃機1個忘れてるよ。あ、まだいたね。どうしよう、どっち行く。自走砲か戦車 A か。かこいつは誰を撃てる。誰も撃てないよね。うん、範囲内に誰もいないんで。あ、ただここ歩兵を守る仕事あるのか。そうだよね。1,2,3,4,5。しかも対空ミサイル食らっちゃう場所に。うーん、しょうがないな。誰もどうせやられるなら やってしまおうということで攻撃しよう。アグレッシブにいく。対空ミサイルで撃たれちゃうけど、まあ、ゼロにはならないでしょう。はい、終了。さあ敵は戦車 A 作ったね。状況、まあ収入15,000しかもうないので、もう一押しでしょう。行こう。できれば今日もう司令部取りたいぐらいの勢いでね、行きたいと思います。まもなく30分だけどね、延長戦にできれば皆さんお付き合いいただければと思います。さあ戦闘機もいいですか。爆撃機で行きましょう。さあ補給したよね。どんどん行こう。爆撃機できれば毎日2部隊作りたいけど、まあ補給がね結構しっかり補給してるから。ああここね、補給していきましょう。どうしようかな。これまだもう一旦補給するか。戦闘機こいつも待っててくれ。もうちょっと待っててくれ。そして歩兵、いや歩兵がねだいぶ減ってきたんで、大切に使わない、扱わないとね。さあ前線から見ていきましょう。この歩兵もまた狙われてるんだよね。一回ちょっと後ろ下がるか。戦闘機頼む、やっつけてくれ。これ全滅させるかさせないか大きいよ。よし、よく頑張った。また空港に戻ってね、休んでくれ。自走砲撃て。戦車へ届く。いいんじゃない。もう一丁。まあ戦車 A でいいでしょ。ここ敵も突撃してきたよね。ここはがっぷり四つ。ここ前に、ちょっと待ってね、こいつが、あ、7か、7、6。微妙。補給車もやられてる。ここに戦闘機欲しいんだけどな、いないよね。このヘリ厄介だね。降車砲もないし。どう
しようかね。ちょっと人材不足だぞ。爆撃読んでもしょうがないしな。こっちにはいないからね、占領しとこうとりあえず。とりあえず気持ちよくなっといて。そう、戦闘機が後ろ、こいつは休憩中。あ、そうか、ここか。もう一部隊欲しいね、戦闘機ね。どうしようか、ここで待機するか、こうするか。で、こいつがここで回復して、この歩兵までは届かないんじゃないかな。うん。そして戦車 A 復活、いいんじゃない。ここでいいか。 OK、 南側これぐらいか。これはもう攻撃せずに待機かな。ちょっとね、全開ではないんで。さあどうなってる。ああ、もう燃料ないね。放射砲と対空ミサイルに囲まれて、まあ、揚陸艦傷ついたやつはちょっと一回戻りますか。後ろに戻って、こいつは前へ行く。そして戦艦も弾がないんだよね。一回退却するか。まあ撃って、まあ、ここで補給できればベストだけど、なかなかそういうわけにはいかないだろうね。ただもう2発撃ってから行くか。もうどうせ回復しに戻るんだったらダメージ覚悟で突っ込む。さあ爆撃、戦車 B も前に行く。ここはどれくらいの戦力ある。4と6か。行こうか、爆撃機。手当たり次第逃げー。素晴らしい。もうこっからは第1部隊第2部隊合流だ。行け行けー。さあ次のターゲットは、次のターゲットはもうここでしょう。実装砲台しよう。こいつにダメージ与えておいて、戦艦の支援ね。 OK。 そしてさらに対空ミサイルを全滅させて、空いたところから自走砲だよね。 OK。 ちょっと降車砲は怖いけどね。損失は覚悟の上行く。一つ占領したとこの町ね、この3都市を奪えば結構なねチャンスが生まれてくると思うんで。さあ、あ、もう3と4しかないんだね。あ、燃料、なるほど。ここ混乱させる意味でもここ行くか。ちょっと待ってね。ただあー10か。5体満足の降車砲はきついな。こっち行くか。戦車 B に返り討ちに合いそうだけど、微妙。微妙だね。あ、ここ合流しましょうかね。足りる？あ、ギリギリ合流。まあ、弾数2増えたから。で、戦車 A がここまで届くか。ちょっと待ってね。
ける。皆さん延長戦、司令部狙うというよりももう敵全滅を狙いたいよね。これ爆撃機の勢いで一気に決めてしまいたい。ここ行くか。輸送ヘリであってもね、貴重な戦力。ここはダメージ確保って前に行く。これが一歩ずつ司令部をね、そして安全になったこの都市を、司令部を狙おう。はい、そんなとこかな。忘れ物ないですか。なさあ、降車砲忘れたね。ごめんで、降車砲。もうちょっと前半なんか降車砲3部隊作ったのがちょっとタイミングが悪かったですよね。最後の方に降車砲作ってね、ヘリ対策できてればもうちょっと楽だったんだけどね。ドンバイ。敵が作ったのは自走砲 A と輸送ヘリ。輸送ヘリの方が怖いね。自走砲この状態で作っても飛んで火にいる夏の虫でしょうよ。降車砲作られた方が嫌だったね。お金だいぶ減りました。さあ延長戦どこまでかかるか。爆撃機もう無条件に作って、ただなかなか最大部隊数にはならないもんだね皆さん。現在の状況、敵残り13部隊。さあ10部隊未満になったらカウントダウン始まりますよ。ついに44部隊。こっちはね、部隊を大切に使いたいのでね、うん、この降車砲とかもこいつもね、よく生きて帰ってきた。さあ戦闘機 A がね、やっと到着。こっちも復活。なんかかっこいいから並べとこうか。そしてあ、これ新品の爆撃だね。新品爆撃、レッツゴー。そして占領。さあ残り13部隊、いける。この中都市3都市をね占領できそうですね。で歩兵さらに前へ行って、こいつも行く。あ、もうちょっと回復に時間がかかる。こいつは新品。やっとこのヘリのね出番が回ってきました。でこいつは一回退却して回復させる。さあ戦艦撃てますか。あ、撃てないですか。じゃあもうここまで行こうかな。ここにするか。はい、攻撃できる。 OK、 戦車へ攻撃。いや、いいですね。残り弾弾数あと1。さあそして、まあちょっと後方もう自走砲移動の時期だねこれね。補給したよね。まあ9だったらもう行くか。前に行って、でこいつ回復させて、歩兵は前に行く。でここ補給車来てほしいな。あ、これ歩兵邪魔。歩兵はね、そうだね、この中都市出来上がったんでね、ここを回復拠点にしたいよね。うん、
回復拠点にしたい。とりあえず補給車補給してくれ。自走砲のサンキューで、完全に安全なところからちょっとずつね進軍していきましょう。こっちは北側に行こうかな。分かれましょうか。戦闘機一回退却するか。いや、あっちはちょっとヘリ攻撃するか。アグレッシブにいっちゃえ。ちょっと7だと厳しいか。でも数は逆転した。このヘリだけ撃ち落としてやる。さあ爆撃機、もう敵全滅が目標、第一目標だから。残り、あ、全然いまいち。どんどん行こうぜ。まあ、一番でも強いやつを優先してやりたいけど、まあこっちは一気に落とす。あー、燃料ないねこのヘリね。じゃあこのヘリと倒したいね。7対6、だいたいいっぱい歩兵乗せてる方が弱いはずなんだけどね。重くてね、うまく動かないと思うんだけど。この実装砲倒したいな。邪魔だね補給車と。こっちから行ける、行け。工場の上に乗ってるから、あー硬いな。あまりダメージを与えられませんでした。あー苦しいね。3対3、ここは頑張って倒しちゃえ。向こうも苦しいんだ。よし、撃破しました。で、降車砲をちょっと戦車 B が攻撃してあげて、さらに工場の上に乗るのはいいね。 OK、ナイス。で、確かここを生産できるとこじゃなかったっけね。ただ自走砲は攻撃できないんで、こいつやっとくか。あと2、まだ5詰めも来てるから。戦車 B、そうだね、これもう対空戦車もいないしね。ここ乗っとくか。ここ乗っといて、回復しろ。いや、この3つの都市占領できるのはでかい。勝利がもう目前だ。あ、合流か。これ合流、誰かと合流するか。まだもったいないね。2か。よし、倒しちゃえ。いや、倒さずにこれ工場の上乗った方がいいですね。敵を生産できなく。いける、勝利へのカウントダウン。残り11、あんまり減ってないな。忘れ物ないか、戦車へ。忘れ物あるねこいつ。で、こいつは回復、こいつ新品ね。もうないか、忘れ物。大丈夫そうですかね。はい、もう少し敵が少なくなったらもうね、エピローグということで敵のターンも見たいですけど。さあ、やはり
敵は生産できませんでしたね。これは大きいよね。生産できないっていうのはチャンス到来。こっちはしっかりたっぷり補給。もう生産しなくていいんじゃないかっていう最後ぐらいにしようかな。32日、長い戦いになりましたけど、皆さんね、もう少しです。行こう。しっかり補給。戦闘機さあ前線、カウントダウンしましょうか。残り10部隊。戦闘工兵まだいたのね。オッケー。1しかいないんだ。あ、こっちは10。こっちをしっかり倒す。まずは自走砲から、挨拶がてらね、装甲輸送車を撃破しておこう。戦闘工兵以外に厄介だけど、火力あるからね。はい、ここを占領。あの歩兵攻撃できる状態だとほぼ間違いなく突っ込んでくるよね。ここやられてしまいました。まあそうだね。どうしよう。もう前は見えてきたね。これ戦車 A で行くか。贅沢だけど、こっちもねダメージを受けるんですよね、だいぶね。まあまあまあ、まあ、歩兵で攻撃しちゃえ。もう前に行きたかったけどね。歩兵に攻撃させてる場合じゃないんだけど。補給忘れてないよねという確認。さあ行け。まずは戦闘工兵、出る杭は打つ。そして爆撃機たち、これ回復してんのね。あ、歩兵ともども撃破できるから、これ2ポイントいいですね。2ポイントゲット。カウントダウン残り5。さあ勝利は目前だ。撃てー。残り4。カウントダウン。補給車司令部まで届く。これ攻撃してみようか。すっごいなんか砂煙は上がるんだけどね、揚陸艦が地上攻撃するとほとんど効果はないという。ここ行こうか。自走砲攻撃。硬いよね自走砲。 A、 どうしよう。燃料こうか。残り4。カウントダウン終わらせよう。みんな長丁場をね、お付き合いありがとうございます。あ、もう一丁。いや、もう爆撃機、至近力による爆撃機の攻撃は凄まじいね。うん、もう燃料ないのか。ここから届くかな。7と6。あ、個体満足のやついないのね。残りカウントダウン3。合流してもいいよね。最後の一発か。撃て。
残り2。いけー、ヘリだけ攻撃できるやつがいない敵のヘリ、戦闘機どこ行った。合流してこうか。え、戦闘機、あ、ここか。届く？よし、届いた。あ、ちょっと待って、これ下からは無理か。あ、無理だね。あー、このターンは厳しいね。32日、やっぱりね惜しかった。あ、ちょっと待って、こいつこっちに移動して、これ届くか。あー、いけたー。皆さん、なんとか終わりました。いや、浜木島面白かったね。陸海空があるし、バランスがいいですよね。いかがだったでしょうか、皆さん。ご視聴ありがとうございました。万歳。トシちゃん大佐。あ、49歳。私今ねプレイしているこのトシ。同い年じゃないか。ハミル将軍59歳。めちゃくちゃお金使っております。なんとか勝てました。次回残すところあと2つのマップとなってしまいました。いや、あっという間の49回でしたね。あ、ちょうど49歳の私のね49回目でした。次回サイコロ島お楽しみに。さよなら。